皆さんこんにちは、ジャズギタリストの加藤泉です。今日はね、とても、また大事なことをお話ししたいと思うんですけれども、今日はこれについてお話します。セッションでの、5つの大事なことっていうのね、皆さんね、セッションって通われたことありますかね。まだの人もいるかもしれないけれども、もう通ってね、お店でね、セッションホストの人と、一緒に共演したりとかしてね、もう経験積んでる人もいるかもしれません。まあどちらのね、あの人たちでも、このことを、知った上で、やってもらったら、とてもいいと思うんで、紹介していきたいと思います。はい。まずこの5つのことの1つ目は、はい、これだよね、共演者に挨拶をしてから譜面を渡す、これもうね、まあ普通の常識的、人として常識的なことだけれども、意外とね、ステージに上がっちゃうと結構緊張したりとかしてね、こういうのを忘れてしまったりする場面もあるんで、一応挙げてみました。まずお互いに楽しく演奏するための礼儀からね、これはね、まあ皆さん多分ちゃんとできていると思うんで、大丈夫だと思うんだけど、はい、それでは、次いってみますね。はい、演奏する曲の構成を説明する。これあのね、ここにも書いてあるけれども、ミディアムテンポ以上のテン、ミディアムテンポ以上、のテンポね、スローテンポでは、演奏の構成が変わってくるね。例えば普通ミディアムの1、2とか、こういうこんな感じでね、それよりも早かったりすると、大体ジャズの曲って例えばさ、A'B'A っていうね、構成が多いんだけれども、例えば、まず初めテーマ弾くよね。そしたらその次にアドリブ弾くよね、ソロ取るよね。それでそしたら、例えば、その時にもよるけど、例えば3コーラスぐらいソロ取ったら、次の人に、別のね、ピアノの人とか他の人にね、ソロを渡すよね。それで例えばまたベースの人とか行って、で4バースとか8バースとかやって、それでまた、テーマに戻って、それでエンディングっていうね、スタイルが多いんだけれども、例えばこういったスローテンポね、バラードの曲とかになると、例えば、初めイントロが始まってテーマ1コラス弾くよね。そしたら例えばソロを1コラス取りました。そしたら次のピアノの人は半分取りました。そして、そのサビから今度ギターがメロディに入ってエンディングっていうパターンもあるし、あとは、例えばイントロ始まって、テーマ弾いてそれで、ソロ、半分やります。それでサビからピアノの人が、半分弾きました。そしたらその次の、頭からベーシストがソロを弾きました。それでサビから、今度ギターの人がテーマ取りましたっていう感じの時もあるしね、いろんなパターンがあるんだけれどもね、とにかくその構成、今日はこういう構成でいきますってことをね、共演者に伝えるってことがね、大事だよね。はい、気心知れてきたらね、もう何も言わなくても大丈夫な時もあるんだけど、あうんの呼吸っていうかね、そういうのがみんな分かってる レベルの人だったらいいんだけども、そうとも限らないでね、この辺はとても大事ですね。はい、次はテンポ出しですね。はい、スイングの曲とね、あとバラードとか、あとボサノバではね、テンポの出し方がみんな違うんだよね。それで下手にね、違った感じに出しちゃうと、全然ち、なんていうかな、
倍で、受け止めちゃったりとかね、うん、全然その意思疎通ができないで終わってしまうこともあるんで、結構事故が起こりやすい部分なんでね、これね、うん、で、イントロを弾く奏者にね向かって、正確にテンポを出すと、うん、それでまあここに下の方に書いてあるのは、自分が練習しているテンポよりもちょっと遅めで相手に伝えた方がね、まあ、僕の経験ではいいんだよね、うん、一生懸命練習してきてね、それで、本番になったらテンポが速くて全然思ったようにフレーズ弾けなかったなんてこともね、すごくよくあることなんで、しかもセッションの時って結構緊張してるから早くテンポ出しちゃったりとかね、うん、しちゃうこともあるんで、落ち着いて、少し遅めの感じでねやってみた方が、いいと思います、はい、それで例えばスイングの場合だったらバン、ツー、ワン、今ちょっとかすっちゃったけど、バン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じでこうやっていくじゃない、うん、それであと例えばバラードの場合はさ、例えばこれでワン、ツー、スワン、ツー、こうやってやると遅くなっちゃうと、もうちょっとすごいね、分かりづらいんで、ワン、ツーみたいな感じでね、スリー、フォーみたいな感じで、やった方が、相手には、通じやすいこともあるね、はい。でもまあ例えば、スロー、バラードじゃなくてもスローのテンポで、ね、例えばワン、ツー、みたいな感じでね出すこともあるけどね、ただこの場合裏のワン、みたいな、みたいなのをねちゃんと相手に伝わらないと、テンポが分かんなくなっちゃうこともあるんで、気をつけなきゃいけないね。あとよくボサノバもね、よく、ボーカルの人とかなんかもね、例えば、僕の経験ではタン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 、こんくらいでお願いしますなんて、例えばボサノバの曲をね言ったりとかする人もいてね、それはちょっと間違いで、スイングの場合はワン、ツー、スリー、フォーね、ツーとフォーのところにねこうやって拍子を入れることがあるんだけど、このボサの場合は逆、ボサの場の場合はね逆でワン、ツー、ワン、ツーってなるね、うん、それで例えばまあボサの場はもともとねツー、2拍子の曲なんで、ワン、ツー、ワン、ツーっていう風になるんだけど、まあ今結構4拍子でね譜面書いてあることのが結構多いんで、2拍子だとね結構バーって早く進んじゃうんでね、譜面読むのがね、だから、4拍子に書いてあること多いんでね、その場合はワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じね、こうやってカウント出すと分かりやすいかなと思いますね、はい。それでは、次いきますね、はい、4つ目、今度は演奏中は、決して、失敗を恐れないこれねすごい大事だよね、人はねまあ誰でも失敗をするもんだよね、人間であればね、うん、失敗しない人なんていうのはもうねいないんじゃないかなと思うんだけども、はい、それが、起きるちょっと字が下手くそだから、よくわかんない、それが起きる前から気にしてはいけないね、うん、失敗が起きる 前からね心配しててもしょうがないんでね、うん、でも起きてしまったらまあそれでね、とりあえずそこは後で反省して分析していけばいいことなんだから、それはもう恐れたってしょうがないよと、うん、じゃないと成功は生まれないんだよってね、うん、失敗気にしちゃいけない、うん、で失敗するからこそ次の成功があると、うん、そうなんでね、失敗を重ねることによってね、上達していくんだと僕は すごく強く思ってるんで、失敗を恐れない、うん、失敗しちゃったらまた逆にね、
ああラッキーぐらいな風に思ってる、まあそんなこと言っちゃうとまずいから、普通失敗がどうでもねしてもいいって思っちゃうかもしれないけど、とにかく失敗を恐れないね、うん、それで堂々と引くと、うん、それでね、うん、失敗は成功のもとってね昔から言うね、うん、まさにその通りだなって僕は思います。うん、もうねとにかく、うん、くよくよ考えたりとかね、うん、あれどうしようこれどうしようって考える前にまず堂々と実践していく、うん、それで、間違いねミスがあったら後から反省するして直していけばいいんだよね、うん、はい、それでは次いきますね。はい、演奏が終わったらまた演奏者にね、うん、挨拶をしてステージを降りると、うん、これもまあ初めにね、挨拶して、始まったんだから終わっても挨拶、これはまあね本当さっきも言ったように人としてね、うん、常識的なことなんだけれども、うん、まあ礼に始まり礼に終わるじゃないけどね、うん、ではないけれども、まあ、気持ちよくステージを降りるために、そして、次回またね、気持ちよく演奏するためにってね、また次回ねその人と演奏することもあるかもしれない、うん、そういう時にね、なんだよ前回挨拶もしないでステージ降りやがってあいつみたいな風に思われちゃったら次の演奏がね楽しくできないこともあるんでね、この辺は大事なところだね。はい、それで最後にねもちろんだけど、お客様にね、うん、挨拶して、ステージを降りるというね、こういう感じだよね。それでまあ僕は何回もねしつこく言ってるけれども、セッションの時は特に、必ず録音または、録画をしてね家に帰ったらチェックしてみることがね大事だよね、うん、とにかく自分を知らなければ全然、なんていうかな、自分というものをね知らなければ、その例えばすごくいい演奏できたなと思っても、家帰ってみてね聞いてみたら意外とダメだったっていうことが本当よくあるんでね、この辺はちゃんと録音したり録画して、自分をチェックすることが大事だよね、うん、もし間違えた部分がねあったらね、なぜ間違えたかっていうことを分析する、自己分析をするね、うん、それでまたね、気が、ごめん、また良かった部分があったらね、うん、また良かった部分が、どこかを見つけることね、自分で でもここはいいなっていうところをねまた見つけてみる、うん、そして次につなげるってね、うん、自分のいいとこはねちゃんと取っといて次にまたね同じようにいいところをね弾けた方がね絶対に得なんで、うん、それはこのとにかく自分をいいとこと悪いところを見つけていく、そして、次につなげることが大事だよというね、はい、それでは今日はねこのセッションの時のねセッションでの5つの大事なことということを、ちょっと、お話ししてみました。はい、それでは、今日はここの辺に しますね、うん、ぜひチャンネル登録とかね、あとコメントもぜひ、いつでも書いてください。はい、それではまたね。